お久しぶりするバック、無常です。無常のドタラジオ、無地ラジ4回目始まりました。いやー、前回さ、最後にあのジークジオンとかしょうもないのやったやん。あれ、聞きましたけどひどいね。あれ、もう喉の調子悪かったから、練習とかせずにそのままやったらクソだったね。で、その後コメントにジーク無地音ってやって、もう負けたって思った。なぜ出てこんかったかって。いやー、けどあれはね、ジークジオンで完成されてるからね。知らない。俺ガンダムよく知らんしな。もうどうでもいいわ。なんで若干テンションが高めかというと、なんとメールが8通は来ておりました。本当にありがとう。これがピークなのか、これからもまあまあメールが来るんか、どこなんかな。で、今回で全部消費してしまっていいのか、いつをじっくり使うのか、いろいろ迷ったけど、まあもう読めるだけ読んでいこう。出し惜しみする意味もないし、貯めとく意味もない。なんとかすればいい。いつまで続くかね、わからんしね。ということでね、早速お便りをば。達彦さんから、ドタをプレイするといつも暴言にうんざりします。特に C サーバーでの暴言は日々イライラするばかりで、C サーバーの全員がクソなわけではない。こいつだけがクソなんだ。今回は運が悪かっただけ。と自分に言い聞かせるのももはや限界です。リペルしたのに、ノーリペル、ヌーブ。リペルしたよと伝えても、トゥーレイト、ヌーブ。死にかけの味方にヒールをかけると、ドント KS ヌーブ。一人だけで敵陣深くへ攻め込んで死んだ味方が、ノーワード、ヌーブサポート、レポーテッド。こんな的外れな暴言を一試合中に味方4人全員に言われた時は、ついに我慢ができず、画面が埋まるほどの勢いで呪いのチャットを書き込んで試合放棄してしまいました。そしたら、ローフローになってしまいました。怒らず冷静にプレイしていれば、こんなことにはならなかったでしょうか。無常さんが考えるマナーの悪い外人や暴言に対する対策を教えてください。似たようなのがね、もう一個あってね。もやしさんから。無常さん、こんにちは。いつも面白い動画を見させていただいてます。僕はもやしって言います。日本が生んだ天才ドタプレイヤーの無常さんに質問です。最近はね、なにわのパイライダイと名乗っております。自分はまだ700時間ぐらいしかプレイしてないんですが、雑魚ですね、まだ。いつも仲間の人たちが喧嘩をしています。どうすれば優しい世界になりますか？いや、これまだ続きあるんだけど、まあ、ここで切るんだけど。まずね、みんな何か勘違いしてるけど、もうこれはね、5人で遊ぶゲームなんだよね。もう前提がおかしい。もうソロはね、おまけ。フレンド入れて5人で遊ぶのが正解です。同じ言語でね。ソロはあくまでもおまけ。もうそんなイヤホンむするんだね。もう元も子もねえけど、ね、やめてしまえ。それしかないね。まあ、けどそれじゃね、もうあれなんで、一つね、解決策を示すなら、開幕全員ミュートしましょう。これでね、自分だけは絶対無敵の、ドタツ9条の会にね、守られ、ヘブン状態になる。仲間同士のね、喧嘩も見えないからね、なんか下手くそな奴らおるなぐらいで済む。ね、俺もね、結構敵味方の暴言にイラ来る人で、対象が俺か、その他の味方に向かってなのか、敵に向かってなのかによっても関わらないんだけど、やっぱね、そういう暴言っていう汚い言葉っていうのはね、目にするとね、やっぱ精神性よろしくない。なんかのね、誰かが研究してたんでね、目にするだけで気分を害するみたいなこと言ってたからね、全カットが正解よ。もう俺は最近もう、ちょっとで回っているやついたら、速攻ミュートするようにしてる。配信してるから、まあ、ちょっとくらいおられても、チャットって結構なんかネタになるから、置いときたいんだけど、もうその面白いを通り越して、イラの方が、もうデメリットの方がでかいから、もう最近はすぐミュートする。で、そしたらね、ほんまになんかもう快適。全然違うからね。やってみて。味方がヘボいのはね、敵もヘボいってことだから。それを信じて、諦めないで。俺はよく言ってるんだけど、マヤミキになれ。諦めないで。右上にね、マヤミキのポスターでも出しきゃいいんだよ。で、諦めずに、まあ、できるだけゲーム投げずに続けてたら、勝てんじゃねえかなって思うね。で、もやすさんの続きなんだけど、自分はまだ700時間ぐらいしかプレイしてないんですが、いつも仲間の人たちが喧嘩をしています。どうすれば優しい世界になりますか？あ、じゃあこれはあれか。さっき読んだね。そういうことだよ。で、ドタ2は1試合が長いのでやり込もうとすると、友達と遊ぶ時間や、仲間と話す時間がなく、仲間じゃねえ、家族か。神々やな。家族と話す時間がなくなります。どのような構成だったら最速で相手チームに勝てますか？以上の2つを質問させていただきます。答えてもらえると嬉しいです。もうこれはね、最速で勝つ、もうソロで勝つのはもう絶対無理でしょ。まあこれはもう、教えてくれっていうもんなんだろうけど。これはね、最強の構成っていうね、僕の動画シリーズあるんでね、その中から探してみてください。もう、結論は5人揃えろってことだよね、要は。そうか、
もうリアルを捨てるかだね。世捨て人になるかだね。どちらかだね。ギリギリでいつも生きていくしかないんよ。それか、もう自分で味方全部動かして、メタぶち破っていくかだね。プロゲーマーとかのさ、インタビューとかよくあるけどさ、フィアーとかも、フリーツープレイのフィアーとかもそうだし、HYHY もそうだけど、やっぱり、プロゲーマー、あの辺はまあ、今はもう今でこそ何億とか儲かってるけど、黎明期の頃は、やっぱり家族との衝突はね、避けられなかったみたいだしね、みんな苦労してるよね。日本のなんか e スポーツシーンもなんかまだわちゃわちゃしてるしね。ちょっとプロになったかなと思っても、選手寿命短いからすぐ捨てられたりするし。まあ、もうこれはもう趣味だからね。しゃあない。割り切っていけ。次。なんだ解決もなかったな。次。ブラックヘルさんからです。無事を監督こんにちは。ブラックヘルです。お便りを募集しているということなので、短いですが送ってみます。2年ほど前によく配信で募集しているときに一緒に遊んだりしたと思います。今ではドタ2界隈の人口も増え、顔ぶれも変わったと思います。いろいろ面白い出来事がゲーム中に起こったと思いますが、私が今でも覚えているのは VC をオフにして配信で指示を聞いていたら怒られたことと、他の人もそうだったのが面白かったことです。今では全くドタ2をやっていないので環境等のことは分かりませんが、大会は見ると思います。頑張ってください。いや、久しぶりだね、ブラックヘルさん。ブラックヘルさん、この人も、まあ、昔よく一緒に住んでたんだけど、よく名前の前になんか諸行無常ブラックヘル4文字熟語つけて遊んでた。本当にね、この人もかなり古い付き合いで、俺が VC ソフト使ってみんなで遊んでた頃だね。本当に始めた頃、1年2年ぐらいかな。その時ずっと一緒に遊んでた人だね。チームこそね、俺作ってなかったんだけど、配信でこう一緒に遊ぶ人募集して、TMM とか、まあさっき言った最強の構成みたいなことをやってたんだけど、その時集まった人のことをね、なんかファンネルって呼んでたんだけど、まあまあ、これもガンダム知らないから、ファンでもよく分かってなかったんだけど、で、まあそんな、彼は初代ファンネルですね。毎回一緒に遊んでた人です。ブラックヘルさんがね、来るとね、もう一人よく一緒に遊んでた、なんかプラナニガシさんがね、いなくなるんだよね。パチャネッタさんがね、いなくなる。それは今でも謎なんですけどね。この彼が、ニコニコの完全敗北した FV とか、完全勝利した村くんの動画を作ったとか、作ってないとか、これも謎です。ジャパンドタ、二大七不思議。あれ二大七不思議じゃないな。七不思議の二つか。謎のいじめですよね。このね、VC の事件はね、俺も覚えてるよ。インゲームでね、ちゃんと俺は VC で多分指示出してたんだ。指示出してたんだけど、めちゃくちゃみんな反応悪くて、なんやねんって、もう若干イライラで、もう切れてたと思うね。もうガタってたんだ、めちゃくちゃ。そしたらなんか、ごめん、配信で聞いてたからっていう、2、3人言ってたね。いや、面白かったね。これちょっと話変わるんだけど、つい先日、まあ、チームの練習をしてて、まあ僕のクソドラフトが発動していつも通り負けたんだけど、その後ね、俺がやりたいってクラップトラップがバンピックを拒否して始めたんだけど、まあこう大体やりたい構成は、まあ、やったことあるし大体わかるんだよね。で、大体のコンセプトはわかるんだけど、それっぽいことはできるんだけど、こうレーンでの細かい動きとか、このヒーローを入れていることによる、まあこれを期待しているっていうことがやっぱちょっと伝わんないんだよね。もう、ピックした人はめっちゃ分かってるんだけど、やらされてる側、やらされてるって言ったらあるんだけど、こう、ヒーローを当てがわれてやってる側としたら、まあ、VC なしだから、想像するしかないんだよね。あ、ここ行っていいから行かないんでいいかなって。その、個人の判断とかにかかってくるから、かなり、無茶ぶりしとったんやなっていうのを、3、4年ぶりにして、初めて気がつきました。味方大変なんやったなって。しかもクソピックだからね、大抵。なんかやってたのでね、覚えてるのはね、なんかイリュージョンいっぱい出して勝つみたいなのをやってて、ちょっと他のピック忘れたんだけど、トリレーンをやって、ナーガとシャドウデーモンとダズルだったかな。まず、ダズルがここ1番で隠すでしょ。で、1番で隠したら、その間にナーガが分身を出して、で、その次に網を投げて、分身でイリュージョンで囲んで、そこにダズルのヒールを入れて殺すっていうのを、単純明快な、まずもうそれだけがやりたいっていうピックでやったんだけど、もうそれすら伝わってなかったからね。何しとんや、ダズル後ろで何見てるんやっていう、早3番打てやって。ダズルからしたら3番はヒールだったんだよね。俺からしたら攻撃スキルだったんだけど、そういうなんか細かいとことかいろいろすれ違いあるよね。やっぱ VC 大事だね。あと、伝わってると思わないでまず伝えなきゃいけないね。
まあ、パブでもそうなんだけど、なんでいかんねやじゃなくて、ピンピンしてゴーとか言うべきだよねっていうのをね、最近改めて感じました。ほんまね、3分の1も伝わらないだったからな。パチャピのね、話に戻すと、彼はいろんなこう、名言というわけじゃないけど、使い勝手のいい、なんか使いたくなるようなね、言葉をよく残してます。インターナショナル2の時にね、あまりにもバンピックの被りが同じすぎて出た名言なんですけど、いつもの皆さん。本当にね、初回のバン4人とピック4人が、まあ大体一緒で、で、そこでいつもの皆さんって言って、あ、これはもうほんまに的確な言葉やなと思って、めっちゃ気に入って今でも使ってるね。今でこそね、ドラフトになんか多様性みたいなのも出てきたけどね、プロは大変だよね。いろんなヒーロー使えないとクビになるから、ファイヤーされるからね、頑張ってください。当時ね、雑魚すぎて、誰もピックしてなかったトレントプロテクターっていうやつがいて、それをランダムで引いてしまい、怖い怖い怖い、なんか木のお化け出てきた、何これ、バグだとか言ってたのね、面白かったね。その時の木のお化けっていう言葉のチョイスはね、今でも好きで使ってます。トレントプロテクターの木のお化けの語源はここにあります。彼の言葉のチョイスはね、本当に僕は好きでした。元気そうで何よりです。もうドタやってないんだね。寂しいです。続きまして、久保タムさんからのお便り。久保タムと申します。いつもラジオを楽しみにしております。私は去年ドタ2を遊び始めたので、昔のキャラ性能やインターナショナルの話はとても楽しかったです。もしございましたら、好きなプレイヤーについてのお話も聞けると嬉しいです。ちなみに、私はアドミラルブルドッグが好きです。アライアンスね、A。プレイングの良さはわかりませんが、Twitch 配信でのテンションの高さが見ていて楽しいです。あと、見た目が好きです。なんか、スリザリンにそうな感じの人だよね。俺も彼は結構好きです。好きなプレイヤーはね、この前も言ったけど、もうダントツでパッピーだね。パッピーが好きです。TI2 のナビから、あそこからずっと好きです。ほんで、他なんだろうな。まあ、本から来てる、ビッグダディ、ノンテイル、フライ、OG だね。この二人は好きだね。ドリームハックでサインくれたアライアンスの皆さんもやっぱ好きです。特にね、エスポートね、アッキはね、超愛想良かった。俺に対して。なんかよくわからん東洋人が来たのに。アドブルはね、目の前に見たけどね、なんかジャガイモみたいだった。で、ごつかったわ。あんま愛想良くなかったね。まあ負けた後ってのもあるんだね。バドマンメイクな。アッキはね、なんか笑顔でこう、めっちゃ笑顔で、どっから来たみたいな。これ何これ書いていいのよくわからんけど、英語わからんけど、うんうん、イエスイエスって言って。ジャパンとイエスしか言ってなかったと思うけど。S4 はなんか弱気そう。なんか猫背の人で。で、アッケはもうただのイケメンだったね。ドタの上手いイケメン。あとはね、あ、ムーンメンダーだね。ムーンメンダーもね、好きになったね。なんか、まあ、ブログで、もともと本やってたのは知ってて、けどまあ、俺配信とかあんま見ないから、よくわかんなかったんだけど、記事、ブログで記事書くときに、ムーンメンダー調べてたら、まあ、ネバエバとかよく言われてて、なんだろうなと思ったら踊ってるやつで、まあ、俺もそれ見たことあったんだけど、そういう面白い動画がいっぱいあって、結構本芸人としては面白いんじゃないかな。ドリームハックでね、まあ、ちょっとした出来事があって、まあ、さらに好きになったんだけど、まあ、また今度これは話します。あんまり配信はね、まあ、今言った時見ないんだけど、まあ、カメラ出すやん、プロって結構。カメラ出してて、見てて面白いのは、デーモンかな。今どこかわかんないんだけど、まあ、俺からしたら元 EG のデーモンなんだけど、ポーズしてね、買い物作戦とかもね、彼の配信から学びました。今はなんか3、2、1とか出ちゃうけど、前は出なかったからね、ポーズして買うっていう。それやってたね。あとはなんか集団戦とかで、シャドウフィンドとかでね、めっちゃ育った後ってさ、あいつオートアタックでも戦えるやん。で、まあ、集団戦とかで飛び込んで、で、オートアタックして、両手パッて手上げて、そのまま、ほら、ほら、みたいなやってるのは結構好き。で、ノーテイル、ビッグダディ。彼はね、彼もリアクションはかなり、ファンサービスがかなりいいんだよね。で、シャドウシャーマンだったかな。なんかクーリエハントして、なんかボックスしてキリュウも取れたのかな。なんかそういう時の動画のリアクションがね、すごいいいんで、俺は好きです。本当にファンサービスいいね。肩組んだけど、めっちゃプニプニしてた。太ってた。シンシン。言わずと知れたドタ配信芸人。ブリンク失敗してね、ダガーぶっ壊したのはね、めっちゃ笑ったわ。タイニーだったかな。なんやねん、このダガーっつって地面を置いてそのままぶっ壊してた。シーバーラベージのね、時の楽しそうなのが好きです。シーバーラベージで調べたら出てくると思う。シーバーラベージシンシンで調べたらね。あとは、ムーンメンダーか。まあこれ言ったね、ネバエバムーンで調べたら、まあ、踊ってる面白い動画とか出てくると思う。
あとはね、あれ本時代なんかドタ時代なんかわからないんだけど、勝ったチームのやつが前に出てインタビュー受けてて、こうカンナムスタイルをちょっと恥ずかしそうに一瞬だけ踊ってやめたら、後ろでこれが本物やって片付けしてる面々が踊ってた、ね、そういう動画があって結構好きです。そんなもんかな。殺せる殺せる、ちょっと話が違う、話が違う。メール半分しか読めてないのにね、時間になっちゃいました。またね、今度読むか、封印されるかは分かりませんけども、まあ、できるだけ読んでいこうと思います。JDC の思い出とか、出場チームのね、話はまた来週すると思います。直前だしね、ちょうどいいし。何も思い出ない気がするんだけどね、頑張って思い出します。ムジラジではね、お便りを募集しています。メールアドレス、ドタキチ 810@gmail.com までね、メールを送っていただき、採用されると、無常ポイントが付与されます。無常ポイントがね、貯まると何かしらのアイテムが、プレゼントされる予定です。予定です。今日ね、読んだ方にはね、全員1ポイント差し上げます。この前ね、シークレットの PPY、パッピーがね、テッドっていう、なんか討論番組よくわかんないんだけど、そういう番組でね、なんかプロゲーマーになった理由なんたらみたいなね、話をしたらしいんだけど、それ、まあ俺もちろん英語だからわかんないんだけど、ホルトさんっていう人が和訳をしてくれてて、それを読んだんだけど、もう内容全部忘れないんだけど、忘れちゃったんだけど、最後にね、すごいいいこと書いてあったんだね。それでね、お別れしたいと思います。Not everybody can be a gamer, but everybody can play the game. 誰もがプロになることはできません。しかし、誰もがゲームをプレイすることができます。らしいです。いい言葉や。さすがポッピー。